そして選手たちのインタビュー聞いていても、はい、まあ、勝った、そして流れを変えた、手応えも得た、ただまだ終わっていないというのはね、そうですね、勝って兜の尾を締める、そういう気持ちも伝わってきましたね。いや、特に、ね、あの一つずつのゲームを自分たちの良さを出し切って、はい、プレーをしていくというのが、まあ、このチームにとってすごく今重要なことですね、はい、そういったことを考えると今日のゲーム本当に全体的に総力で、監督も含めて素晴らしいゲームだったと思います。七海さんは今日のゲーム振り返ってみてどんな印象を受けたでしょうか。まあ、今日のゲームもそうなんですけど、はい、最終戦通して非常にこう成長している選手がいるなと、それとともにチームもこう向上しているなというふうに感じますので、はい、まあ、最終戦は本当に自信を持って臨めるんじゃないでしょうかね。あの七海さんの解説にもありましたけれども、攻撃の選手はもちろんのこと、ディフェンスにおいて山口選手、はい、見事な動きを見せてましたよね。いや、今日は、ま、MVP ですよね。はい、はい、まあ本当に松木さん、はい、こう最終予選6試合を通じて、うん、一つのチームとしてどんどんこう成長している、そんな印象も受けましたかね。やっぱり前回の、ね、ゲームで相当やっぱり選手たち、はい、いろんな意味でいい経験をした、はい、それがやはりこのゲームに生かされているというところがね、はい、このチーム今後楽しみですよ。あの10番をつけた東が話していました。2月の5日シリア戦は自分たちがしたくないサッカーをやって負けたと、うん、本当にそれが悔しかったんだと、うん、七海さん、そういう気持ちが今日の試合に出てましたよね。出てましたね、まあ、気持ちと、ね、結果が比例した時っていうのは、はい、もう本当に若い選手なんで乗ってくるんですよね、はい、そして今度はあれですよね、怪我人が帰ってきたり、はい、ヨーロッパ組は合流するのかしないのか、はい、またライバルが増えるんでね、はい、あのチーム内で競争があって非常にいいと思いますね。ただその中で松木さん、新たに呼ばれた原口、そして斉藤、はい、見事な得点。いや、特にね、はい、やっぱり練習見ててね、その新たに呼ばれた選手たちが、はい、すごくやっぱり生き生きしてやってると、はい、今までの選手にプラスアルファ生き生きやってるというのがね、はい、今回の印象でしたから、まあそれがもう素晴らしいいい結果に出たんじゃないですか。七海さんもやはりその新戦力がまた入ってきてチームとして刺激を受けた、そんな印象を受けましたかね。そうですね、あの新戦力がやってやろうという、はい、そういう気持ちが本当前面に出たじゃないですか、はい、それに対してマレーシアもちょっとひるんだ部分があったと思うんですよね、はい、それは今度のホームでもね、あの継続してほしいなと思いますね。日本が前半の35分に酒井の先制ゴール、そして前半の44分に大迫のゴール、後半の10分には原口、後半の15分には斉藤、4得点、得点ラッシュとなりました。まあ、本当に得点が必要なゲーム、マレーシアも松木さん、決して簡単な相手ではないわけですよね。そうですね、ですからまあ選手たちの総力、はい、もう各一人一人が頑張るというのがやっぱりこのチームにとって重要だと、はい、だったんだと思いますよね、はい、日本が自分たちのサッカーを信じて積み上げてきた自分たちのサッカーを最後まで貫いて、このアウェーでの気温30度を超える中での厳しいゲーム、4対0で勝利を収めました。ただまだロンドンオリンピックの出場は決まっていません。23歳以下日本代表、次なる戦いは3月14日日本サッカーの聖地国立競技場で。残業とごちそう、お疲れ、力仕事とごちそう、お疲れ、ごちそうとごちそう、お疲れ、食卓にごちそうもう一つ、キリン麦のごちそう新発売。日本しっかり勝ちました。しかしまだ何も手に入れてません。3月14日ロンドンオリンピックへ、運命の最終戦、絶対に勝つ。この放送はソフトバンク、トヨタ、東京海上日動、東京海上日動安心生命、キリンビールとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見せたくないシミ、私はうつむかない。資生堂のシミ予防科学、まっすぐ白白。ついに実現、クロスのツヤと潤い、口紅の発色一本で全て持続、トゥルールージュマキアージュ。この桜の風景を例えて言えば、いつも難しいことばかり言う人がふと笑顔を見せる、それが実にいいと、まあそんな感じなんです。ほら、石庭が笑ってる。パフの使い分けでファンデーションにもおしろいにもマルチなパクト誕生。
肌が綺麗なら女は無敵。マキアージュ。ということでね、見事これ完璧なボール、のこのクロスゴールキーパーが取れませんでした。そこにこの走り込んで原口元気がうまく左足合わせていきました。これやっぱり名波さん、はい、9番の大迫が前にいるっていうのもキーパー嫌なんでしょうね。そうですね、いいつぶやくになりましたよね。いや、いいボールだった。スーパーなボールだね、これ。そして今ピッチの上では大迫がちょっとイエローカードが出ました。大迫にイエローカード、大迫にイエローカードが出ています。原口、左サイド、比嘉がペナルティーエリアの中、シュート、荻原、日本4点目。最終予選初出場の斉藤学が4点目を奪いました。日本がマレーシア相手に4点のリード。いや、いいシュートを打ちましたよね。大木原が見事なミドルシュート、そしてキーパーが弾いた後、斉藤が狙っていました。さあ、ここからだ。いや、今七海さん、斉藤も最後まで諦めないで詰めてましたね。そうですね、まあ、仕掛けも左サイドで良かったですしね、比嘉、はい、ですよね、比嘉、ね、はね、大木原のいいシュートでしたね。日本がこの大木原のミドルシュート、ゴールキーパー弾いたところ、この最終予選初出場の斉藤学に、もちろん最終予選初得点が生まれています。